では始めていきましょう。皆さんこんばんは。はい、優しすぎるあなたがお金持ちになる生き方、著者の吉武大輔でございます。今日は東京はサンクチュアリ出版さんのオフィスをお借りしまして、今日は賢者の秘伝書伝授セミナーということで、優しすぎるあなたがお金持ちになる生き方の中でも勇者、賢者、挑戦者、老子というこの4つのマトリックスがある中で賢者に特化した内容のセミナーを今から2時間させていただければと思います。でまだ本を一度も読んだことない方からするとちょっとわからないこともあるかもしれませんが、まあ、勇者っていうのは一般的なリーダー、自分でビジョンを語って自分で自分のことを商品にしてどんどんバンバン前に出て稼いでいくような活躍していくようなのが勇者です。一方賢者っていうのはそういう勇者を陰で支えたりマネジメントをしたり人間関係を丁寧に紡いでいくような、それどちらかというとサポート気質の人たちのことを賢者って呼んでます。で世の中にあるお金の本や、まあ、成功本、リーダーシップの本っていうのはどちらかというとこう勇者にフォーカスが当たっているようなものが多いんですけど、日本人っておそらく半数以上は賢者気質なんですよね。で自分のやりたいことを仕事にするぞって思っていても、やりたいことを仕事にするのを一人で勇者として切り開いていくというよりもチームを作ったりコミュニティを作ることで自分の夢やビジョンを叶えていく、そういう気質がある人たちをどうやったら具体的になるのかっていうのを本には書けなかった、より具体的な、まあ、今の時代にも合ったような内容をお話ししていければというふうに思っております。で今日は今 Facebook でライブ配信をしているので、こっちで私ちょっとこう、まあ、横ですけど、これはどうしても Facebook の仕様で横になってしまうので、スマホの人は傾けてパソコンの人は横になりながら見てもらえればと思います。で今のところ全国で30人ぐらいの人が見てくれてますので、まあ、ご飯時でもありますから無理せず見たいところを見ていただければというふうに思います。では、今日の内容に入っていきたいと思います。落ちたな。はい、今日の目次ですが、まあ、2時間のセミナーなのでそこまで時間がありません。なのでまず賢者の特性、そして賢者の役割、勇者との関わり、専門性を立てる、チームを作る、自己 PR グッズの開発、そして7番大事です、キャラ設定をしようで、お知らせという流れで入っていきたいと思います。皆さんお手元に優しすぎるあなた、やさおかの本はございますか？ありますね。では、ちょっと聞きたいんですけど、この中で、みんな読んだよね、1回は読んでるかな。私は挑戦者だな、勇者だな、賢者だな、ちょっとアンケート取りたいんですけど、私は勇者気質だなと思う人。あ、そうですね。私は賢者だなと思う人。はい、そうですね。やっぱほとんど、まあ、老子の方、挑戦者の方もいるかもしれないですが、やっぱり賢者の人が多いので、今日の内容はその賢者、サポートする側の人の話に特化をして進んでいければと思います。じゃあ早速聞きたいんですけれども、賢者ってどんな特性があったかって覚えてますか？カンペ見ていいですよ、本開いていいですよ。賢者の特性をちょっと聞いて回りたいと思います。はい、アキさん、なんか覚えてるのあります？賢者ってどんな特性ですか？賢者は1を100にできる人。なるほどね、覚えてます。じゃあ0を1にするのが勇者で、はい、勇者が作った1を100にまでできるのが賢者です。いいですね、いいですね。はい、めいちゃん、じゃあ何か気になったところとか、この賢者っぽいなっていうとか。いやいや、全然完璧にいいよ。大事そうなところは緑のラインに入ってる。はい、賢者は他者から褒められ承認されることによって成長していく。素晴らしい。よく自分で自分を愛するんだとか自分を大切にするんだって話があるんですけど、それができるのって勇者なんですよ。でみんな自分で自分を褒めようとするんだけど、認めようとしたり、私は好きなことするんだって、私は自分の好きなことするんだって言って一生懸命自己中心的になろうとするんだけど、逆に作用しちゃう、なんか苦しいとか全然満たされないって人は賢者なんですね。100回自分で自分を認めようとするより、たった1回でいいから愛する人や信頼する人から、めいちゃん本当にありがとうねとか、めいちゃんがいてくれてよかったって言われた方がぐんってこう気持ちが上がるのは賢者気質なんですよ。誰が褒めてくれようが
誰が私を否定しようか関係ない、私は私の道を行くんだっていう人は勇者なんですけど、実はあんまりそういう人っていないんですよ。なんか優しい人って結構賢者気質の人が多くて、人から褒められる、でもそれも誰でもいいわけじゃなくて、やっぱり自分が支えてきたり関わってきた人から必要とされたり褒められたりすると力が上がってくるっていうのが賢者の気質ですね。はい、じゃあちょっとマイクが届くかな、ミユキどうですか、賢者の気質、もしくはアキコさん先にでもいいですか。はい、マイクが怖いです。賢者は知恵と謙虚さによって人や組織の関係性を育んでいく存在です、うん、そうだね、知恵と謙虚さで関係性を育むっていうのが一つ賢者のあれだね。あの後でもすごく出てくるんですけど、人間関係を、要は人間関係、信頼をお金に変えていけるっていうのが実は賢者の持ってる才能の一つです。みゆきちゃん、関係性を大切にして、はい、時間を信頼したいいよ、合ってる合ってるよ本の何ページですか。ちなみに一番最初のマトリックスをみんなに見てもらおうか。100ページですね。皆さん100ページもしくは4ページ、4ページないし100ページを見てもらうと、この4つのマトリックスと全体像が分かります。そして賢者は今みゆきが言ってくれたみたいだと、時間を信頼に変えていく。勇者っていうのは自分の時間を直接的にお金に変えていきます。要は1回1000円のものを1回3000円、1回5000円、1回1万円というふうに自分自身の価値を上げていくのが勇者ですが、賢者っていうのは自分の価値を上げるんじゃなくて、価値を持っている人とチームを組んで、その人との長期的な信頼関係を作ることによって、その人の価値を自分の価値と掛け合わせてレバレッジをかけていく。だから勇者ほど短期的には爆発的には成果が出なくても、丁寧に丁寧に人間関係を育んでいくことで長期的に成果を出していくっていうのが賢者の特性になっています。で、ざっと私もまとめてみたっていうか、もう全部本からの抜粋です。賢者の特性は関係性を大切にして時間を信頼に変えて人々に貢献していく。知恵と謙虚さ、決めちゃった。知恵と謙虚さによって人や組織の関係性を育んでいく存在、直接的に価値を生み出すよりも価値を生み出す人をサポートする。たった一つの専門性を極めていく、与えることで相手を豊かにし、与えた後に自分が受け取るという長期的な展望で関係性を築いていく。他者からの承認によって自分を認める。誰とでも良好な人間関係を築き、豊かに生きることができる自分作りをしていく。自分や周囲の人の本質が愛であることをどれだけ信頼できるか、このあたりが、賢者が持っている特性になっています。でこれを聞いて、あ、私こういう風になりたいなと思う人は賢者です。で、詳しくは本当に本を読んでいただいて、で今日はもうガンガン具体的な内容をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で今オンラインでも見れてますので、コメントがあったり質問があったり感想がある人はどんどん書き込んでください。では早速いきましょう。ほい、まず賢者の特性です。賢者の、賢者の役割です。はい、賢者の役割っていうのは CEO、 要は最高経営責任者とか最高経執行責任者ではなく、CCO って聞いたことあります？ COO っていうのは最高執行責任者って言って、副社長みたいなもんなんです。で CEO が社長なんですが、CCO っていうのは最近流行ってる最高顧客責任者って書きます。要はチーフコミュニケーションオフィサー、要は関係性のプロ、人間関係のお客さんとのカスタマーサービス、カスタマーリレーションシップを大切にできるっていうのがこの CCO って概念なんですが、賢者っていうのはこの CCO として関係性のプロであり、かつたった一つの専門性を持っている、かつ長期的な目線、俯瞰した目線で好きな人と一緒にいることを仕事にできるのが賢者なんです。
だから世の中の主流って今好きなことを仕事にしようってやってるじゃないですか。好きなことを仕事にするのは勇者なんです。でも好きなことを仕事にしたい人たちの実は潜在的なニーズの多くが好きな人と一緒にいたいんです。だから好きなことを仕事にしたければ勇者の道を進めばいいし、好きな人と一緒に行きたければ賢者の道を行けばいいんです。で、このどっちもやります。結局きっぱり勇者、きっぱり賢者とか分かれてなくて両方やります。どっちにしても賢者から勇者に行く人もいるし、勇者から賢者に行って老子に行く人もいるので、自分自身がまずは今賢者からやろうと思ったら賢者をやりきる、やりきったら次勇者をやる、そして老子に行くっていうように全体的なプロセスを俯瞰的に全部を結局やるんだなっていうのを覚えておいてください。で、今日は賢者に特化した内容になります。で、まず賢者の役割はこんな感じで、関係性のプロであること、専門性を持っていること、長期視野であること、長期視点を持っていることを頭に前提として入れておいてください。では次です。勇者との関わり。賢者は自分自身を価値にするのではなく、価値を持っている人と長期的な人間関係を作ることによって自分の、やりたいこととかビジョンとかを叶えていきます。で、勇者、本の中にもありましたが、自分が誰を真の勇者にするのかっていうのを決めてくださいって内容があったと思います。自分が関わる人がまだ未熟だったとしても、その人を長期的にサポートしていくことで本物の勇者にしていきましょう、そして自分も一緒に引き上げてもらいましょうっていうのが本の中にありました。じゃあどんな風に勇者と関わっていこうかっていうところがあります。で、賢者の皆さんに聞きたいんですけど、あ、この人私にとっての勇者だなっていう人はすでにいます。いる人、この人を本物の勇者にするぞ、この人を世の中に出していくぞ、この人を一生懸命サポートしていくぞっていうのが決まってる人、いいですね。まあ、隣に勇者がいますからねいいと思います。で、賢者の人は一人で何かをしようとせずに必ずまず勇者を見つけてください。で、勇者を見つけてほしいんですけれども、これです。複数の勇者とまず関わってみてください。もうすでにこの人を勇者だって決まっている人はその人にフォーカスを当て続けてもいいんですけど、もし賢者としての一歩目を踏み出していきたいなって、今までやりたいことを探していた、でも実はさっきの話でやりたいことじゃなくて好きな人とか一緒に過ごしていきたい人たちとの人生を歩むんだから、まずは複数の勇者と関わってみてください。で、どんな勇者かっていうと、こんな勇者をおすすめしてます。一つ目、今から伸びていくであろう勇者。今はまだこう水面下に眠っていたり、そんなにメジャーではないけれども、今から有名になるかもしれないような勇者、もしくは自分がこの人絶対に世の中出したいと思うような本物を感じさせてくれるような勇者。次、すでに稼いでいる勇者。もうある程度知名度があったり事業が安定していて、お手伝いしますって言った時にキャッシュとして関わりができるような勇者っていうのも関わってください。で、多くの賢者が今から伸びていく勇者は関わろうとするんですけど、すでにキャッシュを持っている勇者と関わりっていうのが意外とないんですね。そうすると自分の価値を外から認めてもらうって経験がないまま、お金がない勇者をサポートしていくと、自己価値が上がりきる前に事業が大きくなったり、チームが大きくなったり、関わる人数が大きくなって、その中での自分の価値が低いまま組織が運営されちゃったりするので、複数の勇者と同時に関わっていく中で、すでに関わっていて稼いでいて余裕がある勇者とも関わってください。次、3つ目、苦手な勇者。なんかあの人関わりたくないとか、あの人苦手とか、いつも喧嘩しちゃう、主張がこうどうしてもコンフリクトしちゃうみたいな人とも関わってください。なぜなら自分と相性がいい勇者、最初はそれでいいんですけど、相性が良くない勇者すら愛せる、その勇者の孤独や悲しみすら愛せるのが本物の賢者なんですね。だから自分を本物の賢者として育てていくためには、苦手な勇者とも定期的に関わってほしいなと思います。この好きな賢者とか伸びていく勇者に、まあ、20日ぐらい使っても
月に1日でも2日でもいいから、ちょっと苦手だけどでもこの人の力になってあげたいなっていう人にもエネルギーを注いでいくことによって、自分自身もまだ統合されてない部分とか反応してしまう部分っていうのを見ていくことができます。なので苦手な勇者っていうのもぜひ見ていってほしいなと思います。そして最後、無条件に自分を認めて褒めてくれる勇者。これはどういうことかというと、もうキャッシュとか才能とか何をしたいとかどんなビジョンとか能力とか関係なく、君は素晴らしいねって言ってくれる勇者。プロジェクトとかしてもしなくてもどっちでもいいよと、もう君は本当に素晴らしいんだよっていうのを徹底的に褒めて認めてくれるような勇者。まあここまでいくともう老子って書いた方が適切ですね。そういう老子との時間っていうのを自分が作っていく。できれば元賢者で、賢者から老子に行ったような人たちからすると、皆さん見ると可愛いわけですよ。もう昔の自分みたいだなと、頑張ってるなと。それをアドバイスをくれるんじゃなくて、存在として受け入れてくれるような老子、勇者との時間っていうのを持っていると、自分の勇者とどうやって関わっていけばいいのか、これから自分が誰かと一緒に何かをするときに、こういう人の時はうまくいくな、こういう人の時はあんまりうまくいかないな、こういう時私ちょっと苦しくなるな、こういう時はすごく楽だなっていうのが見えてくると思います。なのでまず一つ目のワークとしては、自分がこれから賢者としてどんな勇者と関わっていきたいですか。まずそれを理想を書き出してみてください。私賢者が理想とする勇者像、こんな勇者をサポートしたい、こんな勇者にこんな風になってほしいっていうのをまず書き出してみてください。その上で一人にまず理想は書くんですけど、その理想を書いた上で、こういう勇者が皆さんの周りにいませんか。でこの人たちを具体的に名前を書き出していただいて、何が自分がサポートできることなんだろうっていうのを書き出していただければと思います。時間は5分間取りますので、まず自分の理想の勇者像を書き出すこと、そしてこの具体的にこういうタイプの勇者や、今自分が関わろうと思っている勇者の名前とどんな風に関わっていこうかなっていうのを5、6分で書き出していってみてください。でライブ配信見ている方もぜひ読んでいただければと思います。ではどうぞ。
横にいるベンチャーと。いつもアイディアを出して、あ、いいこと考えた、これやろう。うしゃだから思いやりがあるうしゃだったのね。だからきっぱりどっちかとかじゃないわけ。必ず両方の要素がある。私も勇者的な要素もあるし、賢者的な要素もあるから、でもメインで今みんなに期待されて必要とされてるのはおそらく勇者、うん、勇者をやりきってまた賢者で、そうすると賢者をやりきってまた勇者やるとレベルが高いわけで、また今度賢者やる、で同士やってるとどのエネルギーも使えるようになるから、まず勇者やりきってみたら、ありがとうございます。さあちょっと何人か聞いてみようかな。どうですか、書いてみて何かシェアしたいこととか気づいたこととかある人いますか。さっきじゃああきちゃんが言ってたから、あきちゃんを出そうか。はい、どうですか、やってみて。私は賢者だと思ってたんですけど、うん、周りの人に勇者じゃないかって言われてそうなのかなっていう意識がちょっと変わってきたんですけど、やっぱりこれ見てても今から伸びていく勇者ってなった時に、え、私って思って、でもその下の3つも、うん、スパンスパンスパンって当てはまる人がすぐ出るんですよ、うんうんうん、なので賢者の部分も持ってるのかなって思ったんです、うん、はいはい、はい、ありがとうございます。何回もお伝えしてますが、これは絶対にきっぱり勇者とかきっぱり賢者っていうのが分かれるわけじゃなくて、全ての要素を持っているわけです。挑戦者的な要素、勇者的な要素、賢者的な要素、老子的な要素、全て持っていて、ただ大事なのは成果を出すときには周りの今の環境とか何を求められるかっていうところも重要になってきます。もちろん自分が勇者になりたいとか賢者になりたいも大事ですけど、目の前にある現実との答え合わせをしたときに、やっぱりマキちゃんは勇者としてのものを求められている。だからその時はまず勇者をやりきる。そうすると次にやりきって賢者をやりきる。そうすると勇者も賢者もマスターしたまた勇者、勇者賢者勇者をマスターした賢者、勇者賢者勇者賢者をマスターした勇者みたいにレベルアップしていけるんだよね。だからまずはどの道を行くかを仮で決めて歩んでくださいっていうのは、今年の前半に回った出版記念セミナーでもお伝えしているので、まず自分がどっちを進めていく、どっちの道を歩んでいくのか、勇者の道、賢者の道を決めて進んでもらえるといいかなというふうに思います。だから両方みんなあるわけ、勇者も賢者も。私も勇者的な要素もあるし賢者的な要素もあるから、両方ともバランスよく育てていく。ただしまずどっちかにまず特化した方が成果という面では出やすいですよっていうのが今お伝えしていると思うんです。はい、ありがとうございます。他に何かありますか。やっぱりこの賢者っていうのは勇者との関わりがもう不可欠ですね。賢者だけで事業をしていくとできなくはないんですけど、あんまりこう爆発的には伸びないんですよ。だからコツコツ丁寧に紡いではいけるんですけど、大きい成果とかを出すときにはこの勇者のエネルギー借りるといいと思います。では次に行こうかね。よいしょ。じゃあ次、専門性を高
っていう話をしていきます。好きな人とに必要とされる自分であるために専門性を身につけていきたいんです。で、専門性っていろいろあるんですけど、どんな専門性を身につけたらいいと思いますか？例えば今私の専門性はこれですっていうのがある人、別に当てないから、私の専門性はこれですって言える人、うん、手が上がるのはやっぱり勇者は手が上がるけど、賢者は専門性なんですかって言うと上がりづらい。で、なんでかっていうと、結構賢者的なサポーター的な要素を持ってる人ってオールマイティにいろいろ頼まれるんですよ。ね、あれもやってこれもやってって分かってやってみるみたいな、じゃあメール対応やってみる、チラシとかできる分かんないけどやってみるとか、ウェブサイトとかできるなんか分かんないけどやってみるみたいな、ね、それはあのね、勇者の無茶ぶりですちょっとやってるだから勇者はもうあれできるこれできるねってやるんですよ。で、だからなんとなくいろいろできるんだけど、なんとなく言えるできやるんだけど、これっていうものが見出せないわけ。だから意識して専門性を作るっていうのが賢者の道を歩むときに一つ重要な鍵 で、意識して作るときに私がお勧めしているのは、効果性と汎用性の高い専門性っていうのを身につけることをお勧めしています。で、効果性っていう言葉はあの7つの習慣の用語なんですけど、効果性の定義は今欲しい成果を手にしながら同時に将来より良い成果を得ることができることが効果性っていうんですよ。だから未来のために今を我慢するわけでもなく、今だけ良ければいい、でも未来が広がらないでもなく、今得たい成果を得ながらかつ将来より良い成果や結果を得るというのが効果性なんです。で、7つの習慣というのは効果性を高めるための習慣なんですね、実は。で、これもあの毎月7つの習慣実践会という勉強会をオンラインでしてますので、もうぜひ受けてほしいなと思います。で、汎用性というのはもう読んで字のごとく、汎用性、要は応用が効く、誰とでも組める、どんなシチュエーションでも使えるような、専門性っていうのを身につけてほしいなと思います。例えば私がコンサルティング、コンサルタントの仕事を選んだのは汎用性が高いからなんですよ。例えばマッサージ屋さんとも組めるし、本屋さんとも組めますし、カメラ屋さんとだって組めるし、お魚屋さんとだって、農業してる人だって組めるんですよ、コンサルティングだと。なので私はいろんな人の力になりたいなと思ってコンサルティングという仕事を選びました。で、講師業というのも汎用性が高いです。人前で話すっていう能力はかなり汎用性が高いので、例えば私がこの後もうビジネスじゃなくて、うん、何でしょうかな、じゃあホワイトボードを売る業者に勤めたとします。でも話すのが上手だから、皆さんこのホワイトボード見てくださいみたいな、素晴らしくないですかみたいな、プレゼンテーション能力とか、その商品の良さを伝えていくっていう話すって能力も実は非常に汎用性が高いんです。なので賢者の皆さんにも汎用性と効果性の高いスキルを身につけてほしいんですけど、じゃあ賢者の人が話すの上手かって言われると意外とそうじゃなかったり、人前に立つのはちょっととか、ちょっとこう専門性、汎用性、効果性が高いものつけたいけど、じゃあ賢者の人に合ってる効果性、汎用性の高いものって何なんだろうっていうのを考えていきたいんです、具体的に。ちょっと皆さん3分間ぐらい、1、2分ちょっと近くの人と考えてみてください。賢者に合っている汎用性や効果性の高い専門性って何だろうっていうのをちょっと1、2分近くの人と話してみてください。グループの人もちょっと考えたら、オンラインの人もちょっと考えてみてください。コメントください。
はい、じゃあ終了してください。じゃあちょっと聞いてみようかな。どんなことが上がってきましたでしょうか。はい、じゃあみゆきちゃん。マネジメント能力って具体的に何？
で勇者が無茶振りをしてくるときに必要となるのは一番最初は事務局機能なんですよ。要はバックオフィスの機能、入金管理とか顧客対応とかそういうスケジュール管理とか要は秘書的なものっていうのが賢者には求められることが多いんですけど、その秘書的な業務っていうのは落とし穴があって実は1円もお金を生まないんですよ。わかりますか？秘書的な業務はその勇者が成果を生み出すために絶対不可欠で必須の項目ではあるんですけど、ここに書いてあるものっていうのは全部攻めなんですね。お金を生む仕事なんですよ。コピーライティングとかデザイナーとかウェブマーケターとか映像っていうのは直接的に売り上げを埋めるものなんですけど、秘書業務がめちゃくちゃ高かったとしてもお金は生まれないんですよね。直接的には、間接的には生まれるんですけど、だから秘書業務を専門性です、バックオフィスを専門性ですって言うんじゃなくて、ある程度の秘書業務ができる上にこれらのどれかの能力や、もちろんここに書いてないもので自分が得意なものでもいいんです、を掛け合わせていくことでちょっと他の人と違う賢者っていうものになっていけると思っております。よろしいでしょうか？何か質問とか疑問とかありますか？勇者のあきちゃん、もしバックオフィスができて、なんか私こんな感じなんだけどって言ったら全部それを資料にしてくれたりとか、こんな感じで絵を描いてバーンって見せてくれる人とかいたらどうですか？欲しいよね欲しいよね、はい、とかなんかこういう感じって言ったらもうウェブサイトが出来上がってて、あきちゃんこことここは確認したいんだけどこれで合ってるとかやってくれたら最高です、最高ですよね。募集してます。マスター募集してます。ただしこの世界観が合わないとできないんですよ。例えばやっぱり、ね、すごいウェブマーケター、すごいウェブデザイナー、デザイナー、すごいコピーライティングができるって言ってもこの世界観を共有していないと難しいですし、プライベートでも一緒にいたいと思えないとなかなかいい仕事っていうのはできないんですよ。やっぱり過ごす時間がその人たちの世界観、価値観の共有になるので、公私ともに本当に一緒にいながら長期的に関わっていきたいなって思える人間関係っていうのが実は効果性なんですよ。だからこれから賢者の皆さんにやってほしいことは、仕事の専門性、スキルもそうなんですけど、チームが本当に長く長く世界観、価値観を共有しながら成果を生み出していけるような人間関係の専門家でもある、さっき言った CCO にも的な要素も覚えていただければというふうに思います。では皆さんにワークをしていただきたいと思います。まあ、賢者の皆さんはどんな専門性を今から身につけていきますか？この中から選んでもいいし、完全に上げていただいてもいいです。特にオンラインに見てる人は、私はこんな専門性つけたいと思ってますっていう人が言ってくれれば嬉しいです。そして勇者の皆さんはどんな専門性を持っている賢者が欲しいのかっていうのを書き出していただければと思います。これもまた5、6分時間取りますので20分ぐらいまで書き出していってみてください。で、終わった方は近くの人とシェアをしていきましょう。オンラインの方はぜひコメントをください。では書き出してみてください。どうぞ。
ある程度書き終わったら近くの人とシェアしてください。終了してください。はい、じゃあメイちゃんに聞いてみようかな。はい、はい、どうでしたか。どんなこと書きましたか。健康管理をしてあげられる。お、健康管理いいですね。勇者無茶しますからね。あと、その勇者がやりたいことをもっと広げられる、質問できるコーチング力、うん、コーチングも大事だね。すごく大事かなと思いました。はい、ありがとうございます。そうだね、健康管理って結構面白いよね。今やっぱいろんな企業がさ、健康っていうところでわざと専門家を入れるくらい今から必要になってくるから、すごく大事だなと思います。じゃ、健康管理っていうものも何をどこまでやるのかとかが具体的なメニューになれば、自分の一つサポートするときのサービスに入ります。で、次のコーチング、強みを生かしてあげるとか、やりたいことをこう広げてあげるっていうところなんですけど、残念ながらコーチングもどっちかというとこう必須能力なんですよ。さっき言った事務局的な機能の中での聞き手としてコーチングをしたりするというのは、あんまり実は専門性として立ちづらいんですね。なぜかというと、もう市場のコーチングって多すぎる。だからカウンセリングとかも、なんか経営者に寄り添って話を聞けますみたいなのも、それは当たり前のレベルで、その上でさっき言った攻め、クリエイティブな方のものも両方ともバランス持つっていう、バランスよく持つっていうのが賢者の秘伝、選ばれる賢者の秘伝。もちろんそのすっごいカウンセリング力があって、いや毎月来てもらって助かってるよとか、君が秘書ですごく話を聞いてもらって助かるなっていうのもあるかもしれないけども、そこをゴールにしてほしくはなくて、クリエイティブも攻めも守りも両方できるような賢者っていうのを、一緒に目指していければなというふうに思っております。はい、ここまでがまあ前半戦になりますね。専門性を立てるっていうところでした。ここで、この1,2,3,4が終わったので、あと5,6,7は1回休憩してからやりたいなというふうに思います。10分間休憩するので、まあ、35分になったらまた後半をやりますので、一旦休憩をしてください。ありがとうございました。